竹串と金串串は細長い棒状もしくは剣状で食品に刺すために用い多くは一端を鋭く尖らせている調理器具長さ太さ形状は用途によって様々であるが素材から分けた金串と竹串が代表的である串ネットスラングの一つプロキシーサーバーのことでプロキシサーバープロキシサーバーから串、串と呼び 串を刺すというような使い方をする。鶏肉を竹串に刺した、料理肉や野菜、魚介類などの食品が食べやすいように刺したり、それらを焼いたり揚げたりする際に用いられる場合が多い。代表的な用途として、皮焼き、焼き鳥、串カツ、串揚げ、味噌田楽、団子、焼き魚などがある。おでんやつみれなどの煮物では、加工後に串に刺されて出されるものもある。 たこ焼きも古い形では串に刺されて供されていた。また、目指しや串柿など吊るして乾燥しやすくするために刺すものもある。食べ物に刺して持てるようにする場合でも、りんご飴のように重量があったり、綿飴のようにかさばる場合は、串ではなく割り箸が使われる場合がある。銀杏など小さなものを刺す場合は、爪楊枝で代用されることもある。他にも、茶碗蒸しや、 スポンジケーキなどの蒸し物やハンバーグなどの焼き物の火の通り具合を探るために竹串を刺してみるなどの使い方がある。チャーシューなど肉の塊に何度も刺して穴を開けタレの味を染み込みやすくするのに使われることもある。漢字の串は二つのものを串で刺した様子を示す。中国語ではチュアンちゃんと読むが串そのものではなく、 串に刺したもの全体や、串に刺す動作や、串で穴を開ける動作などを意味する字で、器具としての串のことは、センチエンチちゃんと呼ぶ。中国の古語では、と呼ぶ。これも、象形文字で、日本語の訓でも、串とする読みがある。愛知県三河地方南部では、長くない竹串や、アイスキャンディーの棒などを、ホセと呼ぶ。竹串竹を薄く割ってから、細く加工し、 形を整え、先を削って作られる。木串ヒノキの端材などを薄く加工してから、細く加工し、先を削って作られる。金具質テンレスの針金のような洗剤から加工する、ものが主。西洋料理のテーブルウェアとして用いるものは、剣の形に仕上げ、金輪や羽などの装飾が付けられている場合もある。これらは一般にアットレイと呼ばれる。プラクシポリスチレンなどを、 射出成形して製造する。湿射もに通すものなど、ポリエチレンを押し出し成形したパイプ状のものもある。丸くし線上で、刺す部分の断面が丸いもの。半丸くし線上で、刺す部分の断面が半月型のもの。角くし線上で、刺す部分の断面が正方形に近い四角のもの。平串板状で、刺す部分の断面が扁平のもの。 鉄砲串戦場だが手で持つ部分の実を板状に残し、全体の形が日ゅ銃のようになっているもの。かんざし串かんざしを模して作られたもの。松葉串松葉やトングのように先が細く二つに分かれているもの。田楽串松葉串と同様に先が分かれているが、一般に松葉串よりも太く長いもの。串焼きなどでは鶏串、豚串、レバー串のように食材をつけて、 種類を表す。平串魚の身をうねらせずに平行に串を打つ方法。切り身魚や小魚をきれいに焼く時に用いる。表身と裏身に3対2の割合の深さで串を刺し、串目は表に出ないようにする。つま折り串も行われる。踊り串魚をその姿のまま波形にして串を打つ方法。裏になる方の目の下に串を刺し、中骨に沿って、 尾まで縫うように、表に串目が出ないように通し、尾が上になるように形を整える。海の魚に用いる。扇串複数の串を線形に打つ方法。末広串とも言う。上り串側の魚に用いる。串の打ち方は、踊り串とほぼ同じであるが、尾を跳ね上げるが、頭は上げない。縫い串以下のような、平たく火を通すと反り返るものは、 数本の串で縫うように刺す。裏側に添いの串を直角にもう一本通して固定する。のし串エビの場合、お、または頭の付け根から複側に串を一本通し、まっすぐにして焼く。食材を串に刺すための自動串座式が作られている。日本のトップメーカーは、神奈川県の小島義研工業有限会社。西洋の串焼き料理は、例外なく食べる前に、 すべての食材を駆から外して食べ始める。食べあるキングが選んだ。東京トレンドグルメ 2015JTB パブリッシング2015年60ページ。小倉智子。世界一美しい食べ方のマナー高橋書店。2014年5月20日111ページ。ありがとうございます。